願いします。お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 願いします。じゃあ行きます。よろしいですか。じゃあせっかく東京に来たんでイエイって感じでお願いします。はい、イエイ。じゃあすみません、行きます。そのまま笑顔でいただきはい、はい、じゃあすみません、行きます。お願いします。全員でイエイって感じで笑顔で、ありがとうございます。はい、どんどん行きます。お隣です。ここです。はい、行きます。はい、お隣。はい、ありがとうございます。どうぞ。じゃあこちら皆さんでピースで、ピースで、はい、待ってください。はい、いいですね。はい、行きましょう。はい、お隣。またポーズなしで。ポーズなしで。はい、なしで。なし、いいですよ。はい、ありがとうございます。はい、お隣。こちらポーズありで。はい。じゃあ、これ、チーズル最後ですか。はい、最後です。いいですか。はい。じゃあ、お座りいただいて。お座ってください。はい、ポーズありで。はい、ありがとうございます。どうぞ行きましょう。お隣、いいですか。お隣、はい、どうぞ。じゃあ、ポーズを、はい、はい。そのままで、はい、じゃあ元気なのください。元気なの、元気なの、はい、ありがとうございます、はい、じゃあオフィシャルでよろしくお願いします、はい、じゃあ最初元気な感じで、元気な感じで、元気な感じでいきましょう。元気だよ。で、担任の熊切先生も元気な感じ、元気な感じ、はい、そうです、いきますよ。元気な感じ、はい、お願いします、いきますよ、はい、はい、いきます、お願いします、撮りますよ、はい、お願いいたします。撮っております。みんな元気な感じです。撮ってます、撮ってます、撮ってます。ああ、いいですね。じゃあ、何もしない笑顔だけ、笑顔だけ、目はつぶらねえで私だけを見て、私だけこちらでーす。お願いします。オフィシャルです。よろしくお願いします。いきますよ、はい、笑顔、笑顔、元気なやつですよ、はい、お願いします。はい、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 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらお願いします。こちらでーす。はい、ありがとうございます。じゃあございます。その隣お願いします。みんなポーズ、顔になるべく被らないぐらいで撮ってくれると。はい、じゃあお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません、隣こちらで、はい、お願いします。はいはい、着きます、はい。じゃあまたちょっとポーズ撮っていただいていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、すみません、こちら、軽くいただきます。もうしばらくいただきます。もう少しです。すみません、待ってください。どうでしょう。ありがとうございました。大丈夫ですね。はい、ではキャスト監督の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。キャスト監督の皆さんです。改めて大きな拍手お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずお一人ずつご挨拶いただきたいと思います。お名前と劇中での役名と、それがどういうキャラクターなのかもぜひ簡単に教えてください。じゃあまずは正源寺さんからお願いします。はい、池園ゆりか役を演じさせていただきました正源寺陽子と申します。池園ゆりかちゃんは、本当に底抜けに明るく楽しいことに一直線な女の子を演じさせていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。渡辺さんお願いします。はい、キリイチサを演じました渡辺里奈です。キリイチサちゃんはすごい内気でおっとりした性格なんですけど、夢に向かってまっすぐ一筋な女の子で、すごく可愛らしい子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。藤島さんお願いします。はい、羽川めぐ役を演じさせていただきました藤島香穂です。羽川めぐちゃんはちょっぴり小悪魔な部分があって面白い子なので、ぜひ注目していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。石塚さんお願いします。瀬田しおり役を演じさせていただきました石塚たまきです。瀬田しおりちゃんは好きなものに一生懸命な女の子なんですけど、たまに天然だったり、はたまたしっかり者だったり、いろんな一面がある女の子になってます。よろしくお願いします。お願いします。小西さんお願いします。はい、増谷綾乃役を演じさせていただきました小西奈々美です。増谷さんはクール、東京なクールでかぶれている落ち着いてください。すいません、はい、東京クールかぶれ、あ、
です。そうですよね、はい、ぶってる、あ、くるぶってます。そうですね、はい、実はオタクです。お願いします。お願いします。続いて竹内さん、お願いします。はい、辻坂美央役を演じさせていただいた竹内きらりです。美央ちゃんはバスケ部役ですごい気分屋なんですけど、実はあの好きな男の子に一途でずっと追いかけてるっていうなんか不思議な役を演じさせていただきました。はい、はい、よろしくお願いします。平尾さん、お願いします。はい、花里美雪役を演じさせていただきました、平尾ほのかです。美雪ちゃんはですね、初めて美雪ちゃんって言ったんですけれど、花里さんはですね、東京とクールな女子に憧れを持つとってもピュアな女の子です。よろしくお願いします。お願いします。清水さん、お願いします。はい、角村若菜役を演じさせていただきました清水理央です。若菜ちゃんはですね、サバサバで男女関係なくみんなと仲いいというような明るい女の子です。よろしくお願いします。お願いします。宮地さん、お願いします。はい、柳取あかね役を演じさせていただきました宮地すみれです。あかねちゃんは大都会に出ても相変わらずマイペースで迷子になっちゃうようなちょっと天然な女の子なので、映画中でも温かく見守ってくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。では山下さん、お願いします。はい、角林萌役を演じさせていただきました山下遥です。萌ちゃんはもうビジュアルから分かる通りギャルです。ギャルでして、あとは大事なところで何かハプニングを起こしてしまうような、はい、ドジっ子というか爆弾娘であります。どうぞ劇場でお楽しみください。よろしくお願いします。します。そして完全にこうなんか場違いなと雰囲気を漂わせる一人だけ監督、監督も挨拶お願いします。はい、担任の熊切です。よろしくお願いします。今日は朝早くから皆さんようこそおいでくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。担任でした、ありがとうございます。作品についていろんなお話を伺う前に、皆さんちょっとこの絶景どうですか。47階からのすごいすごい、スカイツリーが見えますよ、ちゃんと。はい、ね、撮影のこと思い出しませんかね、こうやって見るとね、はい、でスカイツリーが見えて、正面ちょっと今はねカーテンが降りてるんですけども、東京タワーも見えて、まさにこの映画の全部オブ東京が見られるということで、この会場にいたしました。ありがとうございます。はい、本日はお越しいただき本当にありがとうございます。この映画は4期生が初めての演技に挑戦させていただいた作品で、私たちにとってすごくかけがえのない大切な思い出で作品になるかなと思っております。この作品で見に来てくださった方に、この高校生、女子高校生たちがこのたくさんの方との交流を通してたくさん成長していく姿を楽しんでいただけたらいいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。